番組をご覧の皆さん、こんにちは。敗北候補室の浅宗千里です。早速ですが、今回のテーマはこちら、潜水艦です。それではですね、テーマが潜水艦ということで、潜水艦の説明をしたいと思います。まずですね、海上自衛隊の作戦部隊である自衛艦隊というのがあるんですね。でこの自衛艦隊というのは、護衛艦を中心とした護衛艦隊、航空機を中心とした航空集団、そして潜水艦を中心とした潜水艦隊というのがあるんですね。潜水艦隊、何がすごいのかと言いますと、海上自衛隊約4万5000人います。4万5000人いるんですけども、このうちの約 4% いいですか、 4% の隊員しか潜水艦隊にはいないんです。まさに少数制ということなんですね。でこの潜水艦、最大の特徴があるんです。皆さん分かりますか、潜水艦の最大の特徴。はい、隠密って、その通りなんです。そう、潜水艦の特徴はまさにその隠密性なんですね。港にいるうちはその存在がみんなに知られてますけども、いざ出航して潜ってしまえばどこにいるかわからない。これこそがまさに相手の脅威となるわけです。潜水艦の最大の特徴なんですね、これが。さて、海上自衛隊では22隻目となる潜水艦ハイゲーが無事引き渡し式を終えたところであります。それでですね、このハイゲーは取り乱しました。潜水艦大好きすぎて話してるともうさっきみたいになってしまうんです。それではですね、潜水艦というキーワードだけでここまで引っ張ってきましたけど、早速潜水艦昇竜の隊員に登場してもらいましょう。どうぞ。潜水艦昇竜所属、三等海曹、岩間千畑です。潜水艦警備員として勤務しています。いや、初めまして、海幕広報室の中村一と言います。早速なんですけど、岩間三曹はいつ海上自衛隊に入隊したんですか？採用種目は平成30年10月3日に第12期一般海曹候補生課程で佐世保教育隊に入隊しました。おお、岩間三曹は佐世保教育隊なんですね。佐世保教育隊ですか。全国に4カ所あると言われている教育隊の佐世保教育隊なんですね。私はちなみに横須賀教育隊入隊でした。出てますかね、昔の写真が出てますよね。はい、私が入隊した時は仏の横須賀、鬼の舞鶴、地獄の佐世保などと言われてたこともありましたね。区ではどうしたって、区ではどうしたって、区で教育隊は何なんですかっていうことなんですけど、ところでですね、岩間三曹は潜水艦昇竜でどんな仕事をしてるんですか？現在の業務は潜水艦警備員として、給与の計算、文書の処理、当直の日には調理作業を行うなど多岐にわたる業務に従事しています。おお、なるほどなるほど。岩間三曹は経理員だからお給料の計算とかするんですね。まあ、でも調理作業の手伝いもするってすごいですね。あ、なるほど。潜水艦は乗り組んでる給与員の数が少ないから仕方ないですね。お手伝いもするんですね。あ、素晴らしい。あ、そうですか。あ、岩間三曹の仕事風景の映像が届いてるということなので、早速見てみたいと思います。どうぞ。岩間三曹の仕事の風景を見てもらいました。
さすが経理員、ほとんど調理作業ばっかりやないかい。でもね、ありがとうございました。でもいろんな仕事をされてるということで、潜水艦は大変ですね。そんな岩間山荘がですよ、海上自衛隊を選んだ理由とは何なんですか？私が海上を選んだ理由は、私は当初は友人と一緒に陸上自衛隊に入隊していましたが、幼い頃から横須賀の海上自衛隊の基地の近くで育ち、同じ自衛隊の艦艇や潜水艦に興味を持ち、海上自衛隊の入隊へ再チャレンジしました。ああ、なるほど。岩間山荘は最初は陸上自衛隊だったんですね。そうですか。悔しい。いやいやいや。今は海上自衛隊を選んでくれてありがとうございます。ところでちょっと疑問に思ってたのが、潜水艦なんて特にスマートフォン、スマホ、これ使えないことあるでしょう。これなんか困ってることとかないんですか？スマホが使えないことでの利点、欠点は、まず欠点はスマホゲームのログインボーナスがもらえないということぐらいで、当初感じていたストレスにはすぐ慣れてしまいました。利点としてはスマホが使えないという習慣の中、同僚と話すことが多くなり、充実した時間を過ごすことが多くなりました。うん、なるほど。はい、潜水艦の乗員の方がスマートフォンが使えなくて困っていること、うん、ログインボーナスがもらえない。ちょっとログインボーナスがもらえないって今時すぎますよ。ただね、今はログインボーナスに代わる素晴らしい時間をゲットしたということでよろしいですね。海上自衛隊の潜水艦部隊は家族的な雰囲気だと聞いております。なるほど、ありがとうございます。それでは最後に、岩間山荘、この缶詰を見てくれてる特に若い人たちのために、自衛隊に興味があるよとか自衛隊に入りたいという人たちのためにメッセージをお願いします。現在入隊しようと思っている人とかも、結構入隊前は不安に思うこととかもいっぱいあると思いますが、僕も実際不安だったのですけれども、いざ入隊してしまえばあまり大きな問題ではなかったと気づくことも多いと思うので、飛び込んでみるのがいいと思います。はい、岩間山荘どうもありがとうございました。次回は潜水艦昇竜に乗せてくださいね。新年度の貫通では海上自衛隊に関するイベントが盛りだくさんですので、そういったのも特集していこうと思います。かっこいい動画もありますけれども、こうしたゆるい缶詰もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。